ワンコそばは岩手県に伝わるそばの一種。熱いそばつゆをくぐらせた一口大のそばを客のワに入れ、それを食べ終わるたびに、球児がそのワに次々とそばを入れ続け、それを客が満腹になり蓋を閉めるまで続けるというスタイルが基本となっている。なお、提供するワンコそば店によっては差異がある。長野県の戸隠そば島根県の出雲そばともに、 日本三大そばの一つとされる。また、森岡市では、森岡冷麺、森岡じゃじゃ麺、ワンコそばをセットで、森岡三大麺と称し、最近では、岩手三大麺とも呼ばれる。ワンコそばの起源として、以下の二節が言われている。一般的にはワンに、一口そばを次々に給仕し、客がワンに蓋をするまで続ける方式が取られる。ワンコで食べる、給仕がつく。 暖かい蕎麦である花巻、森岡などの地域では、祭事の際に、地主が大勢の村人や客人に蕎麦を振る舞うという風習があった。しかし、100人以上にもなる相手に蕎麦を供する気は、通常の作り方では、釜が小さいために、すべての人に蕎麦が行き渡る前に伸びてしまう。このため、通常の分量の蕎麦を小分けして振る舞うことが行われるようになった。また、食べ終わるや、 稲やお代わりを無理強いするのは、お手、鉢と呼ばれる、客人に対する、もてなしの礼儀に由来すると言われている。なお、岩手県の平泉町周辺には、あらかじめ小分けされた、冷たい蕎麦の入ったお椀を、お盆でまとめて提供し、客が自分でお代わりを入れて食べる、盛り出し式、または、平泉方式と呼ばれるものがある。岩手県の花巻市、森岡市にあるわんこそば店では、 ワンコそは本来のおもてなしの心を重視し、客の食べるペースに合わせてゆっくりと最後まで美味しく食べられるように工夫している店と観光客向けのパフォーマンスを重視し、おわんを客の前に重ねたり、給仕がそばを入れる際に掛け声を発したりと工夫する店のどちらかであることが多い。料金は一杯いくらではなく、基本的には食べ放題の定額制である場合が多い。また、 店によっては何杯かがセットになったものや、配数制限のある場合もある。一部の店舗では店に入ると大部屋に案内され、そこで他の客が集まるまでしばらく待たされる。これは、昔ながらの大勢で食べるスタイルを重視しているためで、ある。薬味なども用意されており、ネギや海苔、鰹節、大根おろしなどの他にも、店によって、マグロやトロロ、 イカの塩辛や天ぷらなど多彩である。これは、蕎麦だけでは飽きてしまうため、蕎麦をたくさん食べられるように味に変化を与え、食感にエッジを効かせるためである。ワンコの一杯の量は店ごとに異なり、ワンコ7杯でかけそば一杯とする店から15杯でかけそば一杯とするお店など様々である。店によって、ワンコ一杯の量もかけそば一杯の量も違うためである。 昔から年越しワンコそばをする習慣があり、年の数だけ杯数を食べると長生きすると伝えられてきた。1957年12月に花巻市の勝笠屋でワンコズ毛冬場所が開催され、多くの参加者が集まって何杯食べられるかの競争が行われた。ワンコそばを多く食べた人を横綱、大関等というのは当時大会開催にあたって趣向を凝らし、 ワンコそばを相撲になぞらえて開催したことの名残である。その後何度か大会の名称や競技方法等を変えながらも今日まで毎年開催され、その歴史は60年を超える。1976年第18回大会からワンコそば全日本大会という名称となった。この大会がきっかけとなり、全国にワンコそばが知れ渡り、現在は主として、 観光客向けの岩手花巻名物としてワンコ蕎麦の食べ方が定着し、岩手県外でも食したワンコ蕎麦の配数が大食いの度合いを示す指標の一つとしてしばしば用いられるようになっている。2015年にはワンコ蕎麦全日本大会の歴史と実績が認められ、花巻で毎年大会が開催されている2月11日が日本記念日協会にワンコ蕎麦記念日として、 登録、認定された。1986年からは、森岡市でも、全日本ワンコそば選手権という名でワンコそばを競技とした大会が開催されている。これは、日本面サミットというイベントの一部として行われたものが、独立して継続したものである。花巻市の大会とは、大会の時間制限が、花巻では5分なのに対し、盛岡では15分とされているなど、 競技方法がいくつか異なる。観客動員数も花巻市の2000人から2500人と比べ、森岡市では400人から700人と少ない。主なワンコそばの記録なお、花巻市は2007年10月24日に姉妹都市の米国アーカンソー州ホットスプリングス市で海外初の本格的なワンコそば大会を実施。その後、10月27日には、 ニューヨーク岩手県人開始祭のワンコソバ大会に技術協力を行った。花巻市では他に中国など海外でのワンコソバ大会なども開催している。2008年から2010年に行われた岩手平泉観光キャンペーンのマスコットキャラクターはワンコソバをモチーフとしたごキャラクターワンコ兄弟。その後も県の観光キャラクターとして活躍中で、 2016年に開催された希望郷岩手国体のマスコットにもなった。そのワンコ兄弟が歌うワンコ兄弟の歌は東日本旅客鉄道の森岡駅の在来線発車メロディにもなった。ありがとうございます。